Howdy doody everybody, my name is Kev Gooey and welcome back to Nanokami the Two Princess Knights of Kyoto Part 2. There's no reason for her to feel responsible for any of that. 関係ない。姫がどんな生き方をしてきたとか、生まれの違いとか。しーちゃん。私は親権保持者の中でも、多分、一番弱い。姫がみんなより強いって言うなら、足手まといになるかもしれない。でも、それでも姫と一緒にいたい。離れるなんてやだ。Yeah. しーちゃん。土帝さんのことだってそう。姫が守ってくれなかったら、私は殺されてたんでしょ。もし土帝さんというのが宮内機関との橋渡し役なら、急に消えたのは本人に何かあったからだとすぐわかるから。Oh, okay. So she did tell them. 下手に姿を隠したり、不審な行動をすればすぐに目をつけられるのでは。Oh, that's true. 私に目が行けば、その分厄介な相手は私に集中するから。シーちゃんたちは安全かなって。宮内機関はどこまでこのことを知っているの？今外部の協力者と連絡を取っているんだけど、今のところ動きはないみたい。まだ状況把握できていないんだと思う。 Who are your sources again? We don't really know. ではまだ動くべきじゃないわね。何も知らないふりをしてしばらく様子を見るのも手じゃない？うずめさんの言う方法も確かにありかもしれないけれど。ねえルカ、宮古部の親権保持者の中で一番強いのは三剣さんだったんだよね。そうだね、間違いなく土帝の手駒の中でも二番目くらいに強いはず。三剣さんには私が本気を出しても勝てない。だったら私が三剣さんを倒したら、ルカと私、シノも含めてそこそこやれるんじゃない？少なくともルカ一人で行動するより安全でしょ。おお、いくら剣への適応がすごいレンちゃんでも、何十年と剣を振るってる戦闘のプロみたいな人相手じゃ厳しいよ。私はそんな人に喧嘩売られたのか。でも三剣さんはレンちゃんを殺したりしない。殺されるつもりはないけどね。でもなんでそんな確信を？昨日土帝の生体認証を使って宮内機関の機密情報にアクセスできたの。おう、ルカってそんなことまでできるんだ。Well, I mean, she did kill Tsuchi Mikado-san and probably used him to hook up stuff. やってくれたのは協力者。私は今日、レンちゃんにその機密情報のことを伝えに来たの。え？私に？ Wait, Haku? Is that Haku? I wonder what it is.Did they put me on a wanted list or something? Can't see why, considering I've lived a normal life until now. レンちゃんがなぜ部外者が来れるはずのないこの村に連れてこられたのか、それとご両親のこと。It has to be Haku. It has to be. え？レンちゃんのご両親は存在しなかった。I like how Uzume's mouth just opened wide before like Ruka even said this.え？やだ、ちょっと待って。だって。A chill runs down my spine. What about the two people I spent my life with? I doubt they were ghosts. もちろん、両親を名乗ってた人たちはいた。Oh, she knows I just went spookily wide. That's a spooky, spooky face. I don't think I've ever seen her face like that. 名乗ってた？その二人は宮内機関のある研究をしていたラボ、
研究施設の職員だった。私養子だったの？そうじゃないの。その施設では神の器を作る研究がされていたの。Is Len a vessel? よりしろってやつ。まさか隔離用にいるっていう神を。 Yeah, you. うん、そうじゃない。宮内機関でのレンちゃんのコードネームはね、セレーネイドス。セレーネイドス？セレーネって月の女神だっけ、ウズメ？ええ、でもイドス、エイドス？エイドスは形相、形。私もそう教えられてた。でもね。まさか器？そう、そこで研究されていたのは月の女神の器。かつてカムカイにいた神、月読みの御事のよりしろ。え、どういうこと？え、私月読みの御事って。I should have read that big book more thoroughly. 私たちサルメの祖神、アマテラスのおなり神。どういうことなの？レンちゃんはそこで人間に作られた。Okay, the product. ホムンクルス？人が人工的に作った人間っていう。そう、そのホムンクルスの一体。What? Len's real, or I mean, she's real, but she's a homunculus.人じゃない。私。あの映像、でっかい試験管の中から。私が見た資料にもあったよ。大きな培養器がいくつもあって、その中にホムンクルスの子供たちがいた。嘘でしょ？レンちゃん。 The shock caused me to collapse, but I feel Uzume catch me from behind. 宮内機関は今の人類の科学力なんて超越した技術を持っているみたい。I mean, they are a secret organization. その技術を使って、中世以前より錬金術を駆使し、今では世界を軽く覆すほどの資金と資産を保持してる。京都から人が避難した時の保証って。ごねた人には多分億単位で保証がされたはず。Some change. 機関にとってはそれもはしたがね。父帝がいろんな要人とつながりがあったのは、多分宮内機関がすでに全世界を掌握しているから。そんなこと可能なの？政治家、企業、団体、有識者、そして国、そこに資金という血を流して、宮内機関自らは何も要求を押し付けない。お金だけ出してくれる都合のいいスポンサー。もちろんそのことを知っているのはこの世界でも限られた人たちだけ。 They must be high up there with money. 宮内機関は当初、邪神封印の維持を目的として設立された天皇公認の組織だった。でもいつの時代からかその目的は歪められ、組織の一部の人たちのいいように作り変えられていった。All businessmen and women, businesswomen. 早々に天皇の手を離れ、機関として独立して、誰にも邪魔されることなく、その力を蓄え、やがてこの世界の影の支配者になった。今の宮内機関は邪神の封じを担うと言いつつ、実際は隔離用に封じられた神をこの世界に戻すことが目的。うん、
もしかしたらその先に何かあるのかもしれない。では私は歴代のうずめは何のために？見せかけのかかし、機密情報にはそう記されていた。そんな先代が命を使ってまで封じを守ったっていうのに。 Good question。 おそらくそれも計画の一つ、予定調和だったんだと思う。そんなおじいちゃんたちも歌野さんも今回の戦いでみんなも何のために死んだの？私を含めて全てが使い捨ての歯車で、正義のためと尽力していた人の行動もきっと思惑通りで。ねえじゃあ私は何？神様、お父さんとお母さんと信じてた人は私に優しくするふりをして育ててたの？レンちゃんは少し違うみたい。資料には本来魂の宿ることがない器に魂が宿った異質の存在。 So she has a soul。 要保護観察対象と書かれていて、それで今につながるみたい。私が人やあやかしの気配を見ることができたりしたのは、私が人じゃないから、ホムンクルスだから。 Maybe because of that soul。ホムンクルスは神、人、あやかしの遺伝子も組み込まれてるみたいで、きっとそのせいだね。From the gods and Ayakashi. Oh! まあ、なんていうか、いや。I'm gonna end the episode here, everybody. Oh boy, big things have come to the lives of these four. Well, actually, these three. Ruka just knew everything. Oh boy. We'll find out in the next episode, what's gonna happen, because Len-chan isn't actually truly a human. Wow. Hope you guys enjoyed this episode. If you guys did, then please slime that like button and subscribe down below for more awesome videos. Thank you everybody for watching this episode, and you will hear me in the next one. Goodbye!